どうもこんばんは、ごはんです。初めてのマインクラフトその4、始めていきたいと思います。さあ本日は牧場を作っていきたいと思います。木の柵を大量に作ったので、この整地したスペースをぐるっと囲っていきたいと思います。よいしょ、こんな感じかな。はい、あとはここ OK、 完成、いい感じで、ここもゲートにしようで、設置して OK。 はい、こんな感じで出入りができるようになりました。でですね、実は私ちょっとここをちょっと一時的に土で蓋をして、実はですね、ここにね閉じ込めておいたんですよ。いるかな？あ、いるいる。牛をですねこっちに誘導しようかなと思って。おい、お米ちゃん、なんで今海から上がってきた？こっち来い、こっち。いいね、いいね。オッケー。はい、牛、捕獲完了です。これちょっと多分本来の捕まえ方とは違うと思うんだけど。おはようございます。では、小麦収穫しに行きたいと思います。さあ、村人が切磋琢磨して育てた作物をちょっとね拝借していこうと思います。これが小麦だね、収穫。なコメントでどうやら小麦でね牛はおびき寄せられるよってコメントをもらったので、一度ねこの小麦を持って牛をおびき寄せに行きたいと思います。ちょっとね、しっかり埋めておきたいと思います。それと、この畑の土が水の近くだとなんか色が濃くて、なんかこれ関係あるんかな？水が近くにあった方が作物が育ちやすいとか。お、早速豚がいる。あ、でも、豚はね、小麦食べないみたい。牛、いた！はい、お。お、来る来る来る、こっち来る、ほら。お、食べた。いいね、いいね。じゃあ、これを、お、ついてくるね。この、牧場の中に、入れます。この子も食べるかな？お、食べた。いいですね。じゃあ、どんどん捕まえてこよう。あれ？え？なんかちっちゃいのいるんやけど、え、嘘でしょ？ちょっと。私が一瞬背を向けた間にあいつら隅に置けないやつらだな。繁殖するんだ。へえ、かわいいね、ちっちゃうし。豚もじゃがいも、あ、人参だね。よし、じゃあ入れよう。ご飯あげるとこのなんだろう、ハートマークが出るんだね。お、ちょうどいいところに豚がいる。よし、この子もこっちこっち。おはようございます。お出待ちしてる。でもね、ちょっと今日は羊をね捕まえる日だから、今日は。よし、こっちこっち。この調子でね、ちょっとどんどん動物たちを増やしていきたいと思います。お、なんかペアで入ってきたんやけど、羊この小麦に釣られてきたのかな。いいね、どんどん増えるね。じゃあこの羊にも小麦をあげよう。あ、わかった。あ、かわいい。餌をあげると繁殖するんだ。かわいいんやけど、この羊。お、うんちした。はい、完成しました。
かね、これね、動物のね種類別に分けた方がいいよね、今更やけど。ちょっとね増築します。なんということでしょう。数種類の動物たちがひしめき合っていた狭いスペースが、匠の力により動物にとって居心地のいい空間に生まれ変わりました。こちらは匠こだわりの鶏の平飼いスペース、そして太陽の光が降り注ぐカシの木の牛舎なんちゃってビフォーアフターね。あれあれ、鳥さんが紛れてるんだけど。さあさあ、こんな感じに牧場完成したわけなんですが、実はねここにね関係者通路を作ったんですよ。ゴーゴー。こんな感じにね、ちょっとね秘密の隠し通路作ってみました。そしてねこちら牧場の地下なんですけど、このドアを開けると豚のねスペースにつながってて、こんな風にねここから餌をやることができます。あ、繁殖数が最大数に達しました。だってあるんだね上限が。さあそしてこっちですね。実はお米ちゃん大量繁殖したんです。お米ちゃんもでここが寝室になってて、寝室の上がちょうど羊たちのスペースですね。でここがスケルトンになってるので、こう眠れない夜は羊をね数えながら眠ることができるという。あ、それでこっちが鶏のスペースにつながっています。運が良ければこっから卵がね収穫できたりしますね。さあさあ、そしてこちらがキッチンスペースなんですが、実はねちょっとしたシステムを導入しまして、こちらね牛につながってるんですけど、こうやって小麦でおびき寄せて、ここのゲートを開くと、なんとね牛がね、あら、こんな風にねまあ名付けてね産地直送便ですねこれ、まあ秘密の地下室なんて言い方をしたけど、まあおーおーいっぱい来ちゃった。閉めよう。オブラートに包めば秘密の地下室だけど、まあ実はねここ屠殺場やねはい、こんな風に落ちてきた牛さんたちをここでさばいてさばいて、で逃れられると思うな。で取れたお肉はここのかまどでいいですね。私もこんなキッチン欲しいな。牛が上から、牛は落ちてきたやけど牛肉が上から落ちてくるような。でこの子たちはコシヒカリちゃん、ササニシキちゃん、夢ピリカちゃんですね。今つけましたここがね一応イケスです魚捕まえてこれるシステムがあったらここに話したいなとは思ってるんですけど、まだマイクラがよく分かってないので。で、こっからは牛に餌付けすることができます。よし。で、まあこっちは羊にですね、つながってるので、
こんな風に羊もここから餌付けすることができます。まあもう一生この穴の中で生活していけるよね多分食べ物には困らんし。はい、みんなおはよう。ちなみにこのワンコたちもお腹空くのかな。どれぐらいの頻度でステーキあげればいいんだろう。よしよし。で、ここはこんな風になってて羊のスペースにつながってますと。下が寝室です。はい、まあこんな感じで牧場完成することができました。まだまだね、作りたいものたくさんあるのでね、そのためにね、次回は鉄鉱石を探しに行きたいと思っています。またコメントなどでアドバイスもらえれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。よかったらまた遊びに来てください。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。